11のノックアウト勝利、驚異のハードキッカーという言い方が一番かもしれません。さあ、肘のないこの K1 ルール、 WKA のベルトに挑戦する小比類巻貴之、マリノデフローリンチャンピオンに立ち向かいます。はい、フグの愛弟子とジャパンが激突。 WKA 世界ムエタイミドル級タイトルマッチ、チャンピオンマリノデフローリンに日本の中量級のエース小比類巻貴之が挑戦します。あのマリノ選手はですね、この小柄な体格、はい、もうあの小比類巻選手は本当に180センチ近くありますから、そうですね、はい、それをどう克服するかがポイントでしょうね。はい、田代さん、はい、この対戦日本からねベルトを奪いに来ましたよ。ねえ、あのやっぱり異国で一人一つっていうイメージですけど、やっぱりね日本でも応援してる人がいっぱいいるわけですから負けられないですよね。そうですね、京子さん、はい、あの試合前の表情見ました？見ました、すごいですね、もう本当に集中していて、いい表情してましたよね。はい、あ小比類巻選手はもともとですねムエタイスタイルの得意な選手なんですよね、はい、肘が得意なんですよね、はい、膝が得意な選手なので、しかしあの K1 に上がれるようになってですね、はい、このムエタイから K1 スタイルにどう変化させていくか、この辺があの小比類巻選手の課題でしょうね。確かにそうですね、はい、だから今なんか距離を詰めてですね、あえてあのミドルキック入って勝負してるんですけども、はい、ここは WKAK1 ルールのリングになっています。左の膝、あ今の膝はいいですよ、ボディに突き刺さるような左の膝です。はい、天下をと言ってですね、はい、あのあえて首相撲をしない膝蹴りなんですけど、いいですね。第2ラウンドに入ります。 WKA 世界ミドル級タイトルマッチ、左の膝、この膝いいですね、相手をつかまずにいった左の膝です。はい、ワンツー、そして右のボディ、右ノック、マリノデフローリンの右ノック、右のパンチいいですよ、マリノの相手のガードの間に突き刺していきました。怖いのはマリノの右のフックだと思うんですよね。そうですよね、ショートレンジで振り回してくる、はい、これはガードしています。左のハイキック、膝と、そして右ノック、膝飛び込んでいった、膝効きました、今膝で飛び込んでいった小比類巻、今の膝効きましたよ。その前の膝、あの相打ちのような形でしたけども、そしてもう一度膝で飛び込んでいった、はい、スピードでは負けません小比類巻。さあ追いかけていく、いい膝だ、左のボディ、あちょっとあのマリノは止まりましたね。ミドルキックを放っていきます。ボディへの膝、この膝はいいですね。マリノデフローリンの繊維を少しずつ少しずつ奪っていく、そんな戦い方ができるか。第2ラウンド、ここで早くもゴングです。いい試合ですね。あっという間に第1第2と過ぎていきました。さあ第1第2ラウンドとあっという間に過ぎました。これから第3ラウンドに入ります。届くか世界のベルト、日本の小比類巻、守るかスイスマリノデフローリン。第3ラウンドに入りました。前蹴り、距離を取りたい、そして右ノック、この右ノック、マリノデフローリン、マリノデフローリン左のハイキック、小比類巻タケイキダウン、立ち上がれるか、カウント8進む、カウント8、カウント8立ち上がりました。しかし小比類巻右のこめかみは腫れています。マリノデフローリン一気にダッシュ、落ち着いた方がいいですね、一旦落ち着けるか、はい、落ち着いた方がいいですね。さあ一旦ブレイク、さあマリノコール、マリノデフローリンへのコールです。このコールを跳ね返せるか、日本の小比類巻、チャレンジャー小比類巻、どこまで頑張れるか。今のさっきの左ハイは効いてますね、顔がちょっと歪みましたね、腫れてきましたね、顔が、右のこめかみが腫れています。ちょっとミドル蹴った方がいいですね、ミドルを。さあ試合再開、左ノック、そして右ノック、チャンピオンマリノデフローリンが出ていく、右のストレート、そして左ノック、膝を返していく小比類巻、しかし危うし、小比類巻危うし、チャンピオンが出ます、チャンピオン優勢、左ノック、あ小比類巻頑張ってるんですよね、頑張ってる頑張ってる頑張ってるんですよね。耐え忍ぶ、膝よりも先に入っちゃってますからね。そうなんですね、膝を離すんですが、それより先にマリノの服が飛んでくる。しかしいろんな角度からマリノは狙っている、今度は上から打ち下ろす、あこ膝を返していった、小比類巻の膝、世界に届くか、ベルションに届くか。マリノ選手もですね、至近距離で本当に見事なパンチ打ってますね。本当ですよね、はい、狭いところから思いっきり振っていきます、
狭いところあんだけのパワーのあるパンチを打てる選手なかなかいないですね。左ノック後ろによろけた小比類巻、ちょっとまだ効いてるかもしれませんね。完全にこう回復してないですね、はいはい、第3ラウンドダウンを奪われた小比類巻、ここで第3ラウンド終了です。マリノデフローリンチャンピオン、第3ラウンドにチャレンジャーからダウンを奪っています。これでカウント8、小比類巻が倒れます。ハイキックが来るとは思わなかったですね。身長165センチのマリノデフローリンが180センチの小比類巻のハイキック、見事に捉えるシーン。帝王決着でなければベルトの移動はないか。前に出てきますね、小比類巻選手が前に出ます。小比類巻、はい、これはもう構成しかないですね。セコンドの前田健作選手もですね、とにかく前に出ろ早いだろうとアドバイスしますね。お田代さん、こうなったら気迫ですね。気迫が強い方が勝ちですね、飛び込んでいきます小比類巻、そこに応戦していくマリノ。やっぱり膝しかないですね。最後は左のストレート、マリノデフローリン左のストレート、顔面を捉える、右の膝にかけます。小比類巻選手もいいシュートだけど、小比類巻孝之は自分の持ち味の膝蹴りに全てを託します。飛び込んでいく、ただその膝を打たせないマリノデフローリン。まあ、K-1 ルールだとですね、膝蹴りは離すのも早いですからね。今膝二段蹴りでしたね、膝の飛び膝二段蹴り、そして右の膝、あ、これ効いてますよ。顔に行った、顔面を捉えればマリノデフローリンマットに沈むシーンというのも十分に考えられます。ボディは効いてると思うんですけど、ボディでは最後倒れないと思うんですよ、はい、顎ですね。最後その顎に、チャンピオンの顎に膝が入るかどうか、それに全てがかかっています。チャレンジャーの膝があります。左から右、チャンピオンの右。こういう前選手、膝狙っている時ちょっと顔面ノーガードになりがちですから ね、はい、しかしそのワンチャンスにかけるチャレンジャーの小比類巻、時間はあと30秒、時計をちらっと見た小比類巻、ね、もうチャンスは一つしかない、膝蹴りしかない、顔面への膝しかない。ハイキック、左のハイキック、頑張れ小比類巻。残り10秒、チャレンジャーの思いベルトに届くか、チャンピオンがしのぐか。マリノデフローリン、地元で小比類巻からダウンを奪って、そして今両手を掲げました。判定は3対0、スイス、地元ベルリンのマレデシ、マリノデフローリン見事初防衛に成功です。アンディの後継者は誰なのか、状況を引っ張っていくのは誰なのか、そういう声の中、見事に地元マリノデフローリンが小比類巻孝之から初防衛を飾っています。